れなくなった、どこ行ったかな、見えて、あ、ほら折れとる、ほらもうほらぐしゃぐしゃになってしもうてから、ちょっとこれね、これちっちゃいあれなんですけど、ちっちゃいのこう糊で貼ったりして作っていくみたいな、まあこれは来年作るわ、クリスマスももうすぐ終わるし、まだ来てないまだ来てない、まだ来てないけども諦める、来年、このもともともう作られたこういう細かいやつがありますから、見つかってるとして、こんばんは、私クリスマスコンサートの髪型も決めた、ホワイトクリスマスですね。え、あのさ、私さ今日さ、もしかしたら今年クリスマスに雪が降るかもしれないですね早口になったけど、今年クリスマスに雪が降るかもしれないですね、なんかそしたらホワイトクリスマスですねみたいなこと話しとったよ、メンバーと、誰だから、おきちゃんとゆみこと、ほいでもしクリスマスホワイトだったらホワイトクリスマスだったら、あの私人生初めてかもしれんみたいなこと言ったんよ。そう、でも多分それ嘘、多分ね経験したことある気がする、わざわざ逆にしてしまった間違えた、初めてはないか、19年生きて1回ぐらいあるよね、きっと、きっと1回ぐらいありますよ、絶対確実に初めてではない、そうなんやな、初めてって言ってしもったけんもしょうがない、あんまり振られると交通機関が不安、確かに、なんか最近雪で電車が動かなるとかある、あるか、なんかそんな雪が頻繁にさ積もったりっていうとこに住んでないけどさ、から開発マジでなんか雪合戦とかしたいんですけど、え、したくない？めっちゃ好きだった、あの正月、あのホワイトクリスマス、クリスマスとは限らんけな、なんかあの小学校とかって雪が降ったら、広島ね、広島ってなんかなかなか積もらんけ、雪降ることあっても積もるまでこう行くことがないんだけど、その積もった時珍しいけ、なんか 2,3 時間目が授業なくなって雪遊びみたいな時間に変わってみたいなことあったよ、ガチガチに固めて雪がせ、そう吉彦チャンネル、え、カープのですか、見てますよたまに、こんよこんばんは、
なんか結構この顔が暗いんですけど、ライトをつけてみるか。おお、逆に明るすぎる。まあいいか、照らしてなんぼよな顔って。眩しすぎる。ライトっていうか携帯っていうか眩しすぎる。一方的に照らされている。目は大丈夫じゃなくなりそう。めっちゃ眩しい。やめます。自分のなんかね、ちょっと最近思ったのが、携帯が寒さに弱くて、多分だんだんね遅くなってる、あ早くなってる、充電が切れるのが寒さで。でも寒さでマジで、バッテリーがあるよね、期限が。スマホにも期限がね。なんなんこれ、ほんまよね。この時期は仕方ないんか。バッテリー頑張れマジで。でもほんまになんか そんなに寒いんだったらどうにかね、こっちもね対策考えてあげると。ね、夏は乗り切ったんですけどね、多分知らんけど。バッテリーは寒さに弱いんだ。そうなんよ、感じてるそれ最近、弱いなって。こんばんは。マジ髪が伸びた。なんかクリスマスの思い出をちょっと振り返ろうと思って写真を見返しとったら、ドライブインダイブ覚えてる？ドライブインダイブ、ドライブインダイブやってたよね、クリスマス。ドライブインダイブあれ楽しかったよね。寒かったけど、楽しかった、寒かったけど、なんか久しぶりのライブができた時みたいな感じだった。前髪をこうか、もう前髪をありえんくらい巻いて終わろう。そう、ジ・アウトレットの、まあ、あと寝るだけじゃけ、この髪の毛がどうなってもいいんです。懐かしいよね、アウトレット。